よろしくお願いいたします。今日はですね、カルシウムの、反応式の覚え方というものをちょっと皆さんにレクチャーしたいと思います。まずはですね、CaO 酸化カルシウムというものから、これが小石灰、まあ、水酸化カルシウムですね、 CaOH2 で最後、CaCO3、まあ、炭酸カルシウムなんですけど、この3つの物質の関わりというものに関してちょっとレクチャーしたいと思います。でよく出てくるんですけど、カルシウムの反応としていいですか。でこれ酸化カルシウムなんですけど、別名生石灰と言います。で水酸カルシウム、水酸化カルシウム、これが小石灰と言います。で炭酸カルシウムが石灰石でね、本来ならば試験にですね、生石灰とか小石灰とか石灰石っていう書く機械っていうのはそうそうないと思います。なんですけど、この3つの関わりを覚えるにあたって、これを覚えておいた方が覚えやすいので、わざと書いてます。いいですか。じゃあこの3つってどのように関連してるかっていうと、いいですか。生石灰、これ生っていう感じありますね。で小石灰、これ消えるっていう感じが書いてありますと。じゃあ、こっからこっち行く矢印には何が関わっているかっていうと、消えるっていう感じがあるので、水をぶっかけてください。水。なので、生は水をぶっかけるとですね、消えます。で、反応式はどうやって書くかっていうと、もう CaO 足す H2O は CaOH2 です。もうこのままです。なんでかっていうと、もう見てもわかるように、O1 個、2個、2個あります。H も2個あります。なので OH が2個できるよね、と。ただそんだけのパズルみたいな感じです。いいですか？だからもう一回言うよ。生石灰に、まあ、水をぶっかけると消えるから小石灰になります、という風ですね。で、次行きます。次はですね、ここと、水酸化カルシウムと炭酸カルシウムの関係行きます。ですね、まあ消えたものにですね、今度はどうするかっていうと、息をぶっかけてください。人間の息です。人間の息の主成分は何かというと、何でしょう。そうですね。二酸化炭素が多いので、二酸化炭素を吹きかけますと。そうすると、この息は特別なので、石灰が石化します。なので、この息は、石になる息だと思っていただければいいです。だから息を吹きかけると、小石灰に息を吹きかけると、石化しますと。あ、石灰の石に言っちゃダメですね。こっちに言っちゃう。こっちですね。石になります。で、反応式なんですけど、反応式を見てみると、CA、まあ、CO3 なんで、この CO2 まんま入ります。で、O が1個足りないので、こっから O1 個借りてきますね。なので、O2 個、H2 個から O1 個取ると、H2O が残るので、H2O が息を吹きかけると出ていきますと。いいですか？なので、息を加えると、石化して水が出てくるっていう形ですね。で、この子、まあ、化学反応式書くんですけど、まあ、そのまま書いていただければいいと思います。CaOH2 水酸化カルシウムに何やったっけ、息をぶっかけますと。そうすると石灰石になります。なのであと水が出てくるよって、はい、終わりって簡単に書けますと。なのでこうやって文字で覚えちゃうよりも、こうやってイメージで覚える方が覚えやすいですよっていう話です。消します。はい、次最後。最後はですね、こことここの関係なんですけど、ですね、まあ、石化したやつがですね、生、元に戻ると。どうすればいいかっていうとですね、まあ、固まってるんで、熱でも与えてください。これただの熱だけでいいです。で、熱するとどうなるかっていうとですね、加えた息がですね、出ていくと。なので CO2 が抜けていくと。
まあ、ここの息吹きかけた分が抜けていくということになりますと。なんで熱を加えると CO2 がボコって抜けますって。だからここから CO2 抜くとどうなるかっていうと、そのまま CaO ですねっていう形ですごく覚えやすいです。なのでこうやってですね、一つ一つの化学式だけ、化学反応式だけではなくって、こうやって関わり合いとして覚えたりだとか、あとはこの名前の違いですねを意識すると、ここら辺の化学反応式がすぐ書けるようになりますということで、しっかり覚えて受験に備えてください。ありがとうございました。